朝もでもね、肉があればステーキ食わせろなんつって自分で買いに行ってたもんね、お肉。ああ、なんか、いいのが欲しいと買ってたそう。ね。家族揃って食べたね、夜は。夜だけああ、は。夜は一緒でした。で、主人は午後起きて軽い朝ごはん食べて、それから朝まで徹夜ですからね。朝でもね、肉があればステーキ食わせろなんつって言う。自分で買いに行ってたもんね、お肉。ああ、なんか、いいのが欲しいと買ってたそね、そんなこと。う。でも外食もしましたよ。やっぱりお肉好きなんで。でも、あなそれたたはち小さい晩頃、年ですね。晩年だね。スカイラーク行ったりしたいの。や、スカイラークは私たちが、中学生や高校生の時、なんか食べに行きたいって言って、渋々行ってくれたっていう。マックのなんかチラシが入ってたりね、すると。家から会社に来る途中にマクドナルドあるから、そこで、暑い肉があると。ぞみたいな。そう。そう。途中で休憩ついでにまあ、食べるみたい酒は飲めなたしでしたから、食べることは貪欲でしたね。金なくて、まあ安いものでお腹 ということがもう第一条件でしたでけもど。やっぱり年取って元気な人って共通してるのが肉が好きなんだって。ああ、そう。お父ちゃんも好きだったもん肉好きね。だったからね、父ちゃんはいや、ね。お父ちゃん、すき焼きも好きだったよね。肉全般好きだったから。でも焼肉はあんまり好きじゃなかったかな、あんまりこってりすぎてると。富士山なんか富行っ士てよ山のくやバーる。ベキューバーベキュー的なのはね、そういう場所ではやったりしたけど、っていうか山小屋山が小屋あがある。る。ちっちゃい。ちっちゃい。この頃何年ぶりかで、今年の夏も。で、だね。本当懐かしかったです。どこの部屋見ても、どこ天井見ても、ああ、ありし日のことを思い出して。ご主人がいつも腰掛けていた椅子見れば、本当に懐かしかったです。バーベキューの時は火起こしが上手なんだよね。そう、火起こし火起がこ上し手だっがすた、ごいそうい上え手ば。で。今ってバーベキューとかね、すると着火剤買わなきゃとかあるんです。着火剤とか一切なく、もう上手に火起こす。そうなんでかす。松葉をこう拾ってきたりして、でも父ちゃんがやるとすぐポーってそう。つくんですなんよ。かね、ふーってこう、ふーって吹くのが、なんかそう、本当に絶妙に すごいこう。狭い範囲にふって いいを吹きかけるのがうまいっていうのかな。なんああいかう時一生懸命やってくれたね。うちわであおいだりしてると、なんか「いや、こっちからあおいだ方がいいんだ」とか言って、なんか風向きとかすごい考えて、そう。だからやっぱり軍隊の時にきっと起こしてたんだと思うんです、火をね。薪でお風呂沸かしたりとかしてたんで。そうで、片腕なんですけど、マッチに火つけるんだよね。ピッ。そう、ちゃんとうまいんですよ。そう、ちゃんとマッチこのここに挟んでピッって上手なんだよ。上何手。でもできたね。90ちょっと過ぎてポロッといってしまって、前の日の夜になんか喧嘩して もういないのが嘘のようです。まだここにいるような気がします。